森小学校6年生の皆さん、大きな拍手で迎えましょう。茨城県常陸太田市、どんな感想をお持ちでしょうか。今からのこの行事がきっと素晴らしい行事になるんじゃないかな。200年間の神を実感しています。これからも常陸太田市、常陸太田市および現場の小学校が手を携えていけるように、僕たちも努力していきたいと思います。常陸太市は大分県の中部に位置し、人口は3万6千人です。日本では京都から江戸までは東海道を歩いていったそうです。臼杵藩江戸屋敷で3日十分に休養し、平尾鈴介という侍から手紙をもらい、少蓮寺に向かいました。いよいよ10月9日父のいる少蓮寺に着きました。二人は父との再会にみんな涙が溢れました。初めて見た江戸時代の手紙に驚きました。着いた時の名前を実際に読むことができ、飛行場を実感することができました。山田小学校を訪問することができてとても嬉しいです。川上小学校と山田小学校の関係がこれからも続いていってほしいと思っています。本当にですね、梅雨と時の兄弟の愛、そして初山さんとの親子の愛、飛行場検証会がつながり、そして一流さん、平野さんが7年間にわたって慈愛に満ちた介護看護に努めてくださいました。